皆さんこんにちは。昭和、平成、令和の3つの時代を通じて日本競馬界に一大勢力を築き上げた名門一家があります。それが華麗なる一族、横山家です。今回は JRA 騎手としてその名を轟かせる横山家のメンバーたちをご紹介します。横山家の競馬との関わりは今から約60年前に始まります。横山富雄さんが1961年に騎手免許を取得し、同期には三冠馬ミスター CB の主戦騎手を務めた吉永雅人さんや、マルゼンスキーの主戦騎手を務めた中野渡誠一さんがいました。富雄さんは派手さはないものの、職人肌の堅実な騎乗で人気を博し、重要な場面で頼りにされる騎手として関東のファンから厚い信頼を得ていました。元騎手の田原誠樹さんは、初めて見た時は忘れられないアグレッシブな騎乗をする人だなと思ったと振り返っています。富雄さんの息子たちも父の背中を追い騎手となりました。長男の義和さんは競馬学校を3回受験しましたが、身長と体重がネックとなり不合格。しかし夢を諦めずに単身ニュージーランドに渡り、見習い騎手を経て1989年に騎手免許を取得しました。ジャパンカップでオグリキャップと戦ったホーリックスの調教にも携わり、その後1991年に JRA の騎手免許試験に合格。外国の騎手免許を持ちながら馬事公園や競馬学校を経由せずに JRA の騎手となった初めての騎手で、2019年に藤井寛一郎騎手が合格するまで唯一の逆輸入騎手でした。2005年に騎手を引退後は調教助手に転身し、2010年からは競馬学校の教官として後進の指導に当たっています。次男の範博騎手は1986年に競馬学校の2期生としてデビューしました。日本ダービー2勝を含む G1 を26勝、通算勝利数も2900勝以上を数える名手です。イングランディーレでの天皇賞、春や星雲スカイでの菊花賞など長距離レースでの実績が目立ちます。2015年の天皇賞、春ではゴールドシップに騎乗し、無効場面からの超ロングスパートで勝利をもぎ取りました。50歳を超えてもなお衰え知らずで、若い騎手たちに負けないと奮闘しています。範博騎手の長男和夫騎手は幼い頃から父の活躍を見て騎手を目指し、2011年に競馬学校の27期生としてデビューしました。デビュー後しばらくは勝ち星が伸び悩みましたが、ここ数年で急激に勝ち星を伸ばし、2021年にはキャリアハイの79勝を記録しました。2023年も大穂くんの愛称で人気のタイトルホルダーとのコンビで古馬10万戦線を沸かせてきました。三男の武志騎手は2017年に競馬学校の33期生としてデビューしました。デビュー時からその騎乗技術は高く評価され、父の範博騎手も兄弟の中で武志が一番うまいと話すほどです。2020年には JRA 関東リーディングを歴代最年少で獲得し、2021年には JRAG1 優勝を果たすなど大活躍しています。特に G1 で3勝のエフフォーリアとのコンビは記憶に新しいでしょう。範博騎手の妹も競馬関係者と結婚しており、そのお相手は元騎手で現在は調教師の菊沢孝則さんです。範博騎手とは義兄弟の関係にあります。2017年には管理するアイロリットが NHK マイルカップを制覇し、この時の鞍上は範博騎手が務めました。そして菊沢調教師の長男菊沢和樹騎手も2019年の G3 七夕賞をミッキースワローで優勝し、父の管理馬で重賞初制覇。2022年の高松宮記念では18頭中17番人気だったキルロードを3着に持ち込むなど大健闘。2023年はフリー騎手として新たな挑戦の年を迎えました。同じ横山姓の横山義行元騎手とその息子で現役騎手の横山龍騎手とは名字は同じですが血縁関係はありません。親子3代で達成した記録も多数あります。2021年の G1 天皇賞、春でグレード制導入後 JRA の G1 では初の親子騎手3人が揃い踏みとなりました。この時父の範博騎手がオセアグレート、和夫騎手がジャコマル、武志騎手がユビンマリリンに騎乗しました。残念ながら3人とも馬券に絡むことはできませんでしたが、大きな話題となりました。2021年8月の札幌競馬第11レースでアンティシペイトが勝利した際には、1着が和夫騎手、2着が武志騎手、3着が範博騎手という親子で3着以内を独占するという JRA 史上初の快挙を達成しました。過去にも親子でワンツーフィニッシュはありましたが、1-2-3フィニッシュは史上初。これは子供が2人以上騎手デビューし、その時まで父親が第一線で活躍している必要があるため大変珍しい記録です。
2022年の天皇賞。春では前年の秋から急激に力をつけたタイトルホルダーが和夫騎手の鞍上で逃げ切り勝利。この勝利は和夫騎手にとってデビュー12年目の嬉しい G1 初勝利であり、祖父の富雄元騎手、父の範弘騎手とともに親子3代で天皇賞春を制覇しました。その後の宝塚記念でも和夫騎手がタイトルホルダーで勝利し、範弘騎手に続いて宝塚記念史上初の親子3代制覇となりました。範弘騎手と息子たちのレースを見ていて、やはり親子だなと思う瞬間があります。それは3人それぞれが1着でゴールした時のことです。まずは父範弘騎手、1998年の菊花賞、この時は星雲スカイに騎乗して大逃げを図り、この作戦が見事にはまります。そのまま大差をつけてゴール。ゴール後、範弘騎手は観客席に向かって人差し指で位置を作った左手を大きく突き上げました。続いて2021年の菊花賞、タイトルホルダーに騎乗した武志騎手、範弘騎手と同じく迷いなく逃げを選択し、そのまま逃げ切り勝ち。ゴール後、同じく観客席を見ながら左手の人差し指を大きく突き上げます。そして2022年の天皇賞春、今度は武志騎手から和夫騎手に乗り換わったタイトルホルダー、空馬の動きに慎重になりながらも見事逃げ切り勝利。ゴール後、和夫騎手も同様に観客席に向かって人差し指で位置を作った左手を大きく突き上げました。打ち合わせでもしていたかと疑いたくなるほど、ゴール後のアクションが見事にシンクロしていて、思わず笑ってしまいます。プライベートでは血のつながった親子関係とはいえ、競馬においてはお互いがライバルとなる横山親子。和夫騎手と武志騎手が物心ついた時にはすでに範弘騎手はトップジョッキーでした。兄弟の遊びは競馬場の内馬場で、父が騎乗するたびにゴール前に走るのが恒例だったといいます。2人ともその姿を見て騎手を目指すのは自然な流れかと思いますが、家ではすごく怖かったと2人は口を揃えます。怖くて競馬の話もできなかったそうです。範弘騎手がレースで勝って帰ってきても、家族が今日勝ったねおめでとうと迎えるものの、範弘騎手の反応は、いや今日の勝ち方はダメだとバッサリ。しかし逆に勝てなかった時に、今日はダメだったねと話すと、いや今日の乗り方は良かったと言われたことも。勝てば機嫌がいいとは限らず、二人は父のことがよく分かりませんでした。そのため範弘騎手との二人きりの空間に耐えられず、速攻でその場を去ることも多かったと話します。しかし二人とも騎手となった今では、その時の範弘騎手が言わんとしたことがよくわかると言います。和夫騎手が将来のことを考える時期に、家族で何気ない会話の中で、じゃあ俺ジョッキーになろうかなと軽い感じで言ったその瞬間、範弘騎手の原骨は脳天直撃しました。簡単に言うな、騎手の大変さを知っているのかと範弘騎手の怒りが爆発。騎手がどんなに大変で危険と隣り合わせな仕事か、それを軽んじる和夫騎手の口調が父の範弘騎手は許せませんでした。しかしこれで和夫騎手のやる気スイッチが入りました。本気で騎手を目指すことを認めてもらうしかないと気持ちを切り替えたといいます。また多くの騎手仲間や競馬関係者からは、和夫騎手と武志騎手について、他の競馬場で乗っている時の範弘さん、めちゃくちゃ二人のことを応援してるよ、レース終了後の検量室には全ての競馬場のレース映像を見られるモニターがあるのですが、その一番前を陣取り、最後の直線で二人がいいところにいると、行けと大きな声で叫んでいる姿がたびたび目撃されています。その時の範弘騎手の様子は名手横山範弘ではなく、完全にただの父親になっていますとの声もありました。ある時、武志騎手がメインレースを勝利した時、自分でも会心の騎乗だったと喜んでいると、早速範弘騎手からの電話が鳴ります。真っ先にどうだったと聞くと、よかったよ、それよりお前その前のレースは何だと他のレースのことでめちゃくちゃ怒られ、肝心のメインレースに関しては良かったなの一言で終わってしまいました。しかし前述の通り、息子のレースを見て一喜一憂する場面もある範弘騎手、口には出さなくてもきっと心の中では喜んでいることでしょう。武志騎手が自らのことを褒められたら調子に乗る、喜びを隠しきれないタイプと分析しますが、範弘騎手も武志騎手のその性格を理解し、武志騎手のためにとあえて本人の前で褒めることはしないのかもしれません。あの横山範弘にレースをしっかり見てもらえて、レース後にアドバイスをもらえる、他の騎手から見ればとてもありがたく、贅沢で羨ましいことです。しかし範弘騎手といえば直感派の騎手で知られています。
直接のアドバイスもシュッと抜けてシャーッと言ってと旗から聞けば全く意味不明でしょうが、二人はなんとなく理解していると言います。親子で騎手となり、競馬場ではピリッとした雰囲気があるものの、家に帰れば昔より親子の会話ができるようになったようです。調整ルームに3人が揃えば宅配ピザを囲んで、他の騎手も交えて時間を忘れるほど談笑している姿が目撃されています。範弘騎手は、外で飲み歩くよりみんなで馬の話をしている方が今はよっぽど楽しいと話すほど。そして息子たちは幾度となく範弘騎手と比べられてきました。しかし比べられるのは仕方ないことですからと二人とも気にせず受け入れている様子。これも父子の固い絆があるからでしょう。父範弘騎手はここ数年関東所属のまま関西に拠点を移しています。50歳を過ぎても未だ闘志は衰えることはありません。休暇を取るのは正月の1日くらいで、1年のほとんどをトレセンで過ごし調教に励んでいます。馬に乗っていても他の馬のことをしっかり見て考え研究しています。多くを語らず背中で競馬のすべてを息子たちに見せ続けてきた範弘騎手。その影響を受けた息子たちは父の背中を見て騎手になりました。賞金の大きな海外レースを断ってタイトルホルダーと共に日本に残った和夫騎手、エフフォーリアの故障と電撃引退に人目をはばからず大粒の涙を流した武志騎手、父の馬に対する優しさと真面目さは間違いなく息子たちにも受け継がれています。いかがだったでしょうか。今回は競馬界の名門一家横山家について紹介しました。それぞれ特徴のある騎乗をするものの、やはり親子ですね。似ているなぁと思う部分が結構あるような気がしますね。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。